あ、じゃあコメントが見えない事件が起きております。ちょっと、じゃあどうしよう。見れた。おはようございます、皆さん。おはようございます。もう家に帰ったので、うん、昨日からもういるよ。おはようございます皆さん。今日の本日のお目覚めはいかがでしょうか。髪の調子が、え、今日ね、昨日あの髪を乾かさずに寝たのですが寝たのですが、ツルツルで、ツルツルというか、その寝癖があんまりつかず、あのいつもであればその前髪がおかしかったりとかするんですけど、そんなこともなくサラサラの状態でございます。イエイ。なおなおさん、ハートありがとう。シービーさん、コスモッシュありがとうございます。あと何でしたっけ、アイスありがとうございます。めっちゃ伸びた前髪、そうめっちゃ伸びた、本当にもう邪魔、邪魔で邪魔で仕方がない。前髪がそこだけ上げとくか、ちょっと、あ、これでいいや。おはようございます。そろそろお前、なんかどうしようと思って、一回伸ばすか、一回伸ばしてみるか、それとももう切っちゃうか、どっちがいいと思いますか。皆さんはどっちが好きですかね。一回伸ばしてみるのもありなんじゃないって思ってもらえるならちょっと伸ばしてみようかなと思うんですけど、ロランさんハートありがとう。福島太郎くんかわいい、ありがとうございます。だって大人っぽいって好きって言ってる人がいるよ。嬉しい。じゃあ切ろうかな。人が好きって言われた方じゃない方をやるっていうね。モーサーハートありがとうございます。ボブくらいが好き。ボブか、ボブだ、ボブはそうだな、ちょっと無理ですね。私はなかなかボブはねまだしないので、切らないので。私さん、ハートありがとう。ケンタッキーさん、バラありがとうございます。え、でもね、その前髪を出すっていうのも別にいいんですけど、ん、前髪を出す、おでこ、おでこを出す、そう、前髪をしまうやつのもいい、一緒、いいんですけど、なんかね、そう、私おでこが汚いから、うん、なんかそのもうハッターみたいな、なんか本当にこう、うん、何もコンクリートのように、なんか、あ、いや、コンクリート違うな、うん、なんだろう、なんか体育館の
床みたいな床ぐらいその綺麗に綺麗だったらいいんですけど、私はコンクリート、コンクリートです。私はちょっとこうゴツゴツしたようなちょっとゴツゴツしたようなあのおでこなので、確かにね、おでこ出したら綺麗になる。確かにこう前髪がね、ちょっと前髪がちょっと前髪でこうさ、やっぱニキビとかがね、あのできるっていうのがね、よくあるありありますよね。硬いは違うよ。コンクリートあのそうほらコンクリート、その辺とか歩いてるじゃないですか。皆さん歩いてるその床よ、あのね、床ってさ、ちょっとこうゴツゴツしてるじゃないですか。やっぱりちょっとこう凹凸があるじゃないですか。それです。ちょっとこうあの凹凸のあるおでこって感じなので、なんか本当に綺麗なあの空花みたいに綺麗なおでこじゃないので、空花とか風とか、うん、あ、うん、そう、ちょっとザラザラしてるみたいな、そう、なんか、そうなの、だからね、そう、そこがちょっと困ったなーって感じですよ。アスファルト、そうだアスファルトです。アスファルトとコンクリート何が違うの？アスファルトかな。アスファルトでもある？アスファルト、いや私が言いたかったのではアスファルトかな。あ、アスファルトかな。アスファルトだ。アスファルトのようなおでこなので、そう、画面越しに、そう、あのね、このショールームのやつはあの綺麗に映るからショールームは綺麗にね映るので、まだおでこ出せるんですけど、あ、まあ別にライブでも出せるっちゃ出せるんですけど、遠いからね、ライブだったらあんまりそのめっちゃ間近に顔を見られるって別ことは別にないから出せるんですけど、うん、まあ握手会とかはもう本当無理ですね。出したくない。すぐ分かっちゃうから、僕のアスファルトおでこがちょっとすぐバレちゃうから、なかなかそれはしたくないんですけど今日も早着いて待ってる。あ、ありがとう、そうくんとしさん、ハートありがとうございます。そう、昨日そうフーとかね、デコ出ししててさ、そのデコ出しちょっとあんなに可愛いの、本当に、あのね、違う、前髪がなくて可愛い子って本当に可愛い子なんですよ、思います。そうだって、まあ私はね、その前髪ありきの門脇なんですよ。顔がね、そう、前髪がないとダメなのみたいな、やっぱその よく言うじゃん、前髪が命みたいな、ほんとそれ前髪がね消えたらもう私の顔も終わるんです。いや、なんかそれ
でも前髪がなくても可愛い子っていうのは別に何をやっても顔崩れないと思うんですよ。そうだから羨ましいなって思うんです。そうやって前髪がねねねバイバイ、そうくんバイバイ。頑張って、いてくるんだぞ。バイバイ。何言ってんだこの可愛い子ちゃめだって。出してる。最近はね前髪が伸びちゃってうざいうじゃさんなのでちょっとね前髪出してるんですけど、ショールームはね大丈夫なんです。ショールームはそれでルタルタルタラいいね。ありがとうございます。踊ってる時踊ってる時はもうねよくわかんない踊ってなきゃもうよくわかんない。昨日の巻き髪買ったよ。そりゃリックのことを思って巻き髪をしたからね。巻いてるみゆちゃん本当？巻いてる方が好きなのみんな。まあでもそうなのかも。ストレートでも可愛いって言ってもらいたいですけどね。金曜日最後の学校行ってくる。頑張って頑張って。早くない？この時間から行くの早くない？待って、あ、ちょっと遠いかな。遠い目。俺しか思う。本当にツインテールやめようかな。そう、巻き下ろしが多いんですよ。巻き下ろししてるのが好きっていうのが多いんですよね。ツインテールもいるっちゃいるんですけど、ツインテール好きって言ってくださる。巻きのツインテールかな。私的にはツインテールをするなら巻きじゃないと嫌なんですけど。そうでもね、その前にさインタビューをした時は皆さんにアンケートを取った時はストレートのツインがいいっていうのが決まったんですけど、そうストレートのツインがいいって言って、で5枚目のねシングルの、髪型をそれにしたんですよ。でストレートのツインにしようと思ったんですけど、その10年後の私たちっていうことだからね、もう大学生とか言ってるから、ちょっとそれはみたいなっていうのは後でね思ったの。後で、あ、そうか、10年後の自分絶対ツインテールしてないと思ったね。そうもうそれ、ね、に気づかず、みんながねこうアンケートやってくれたから、そう高めのツインテールのストレートっ
やつだったんですけど、高めのツインテールができなかったから、そうできなくて、そう下めのツインテールで、あと脱ぎますみたいな感じになって、あーみたいな感じでした。まあ、ツインテールだけは守れました、唯一。ナオナオさんハートありがとう。10年後なら金髪っすよ。まあね、そうかもしれない、本当に金髪、もう色派手な色になってるかもしれない。赤青一色みたいななってるかもしれないよ。そう、髪傷んじゃうからさ、ちゃんと髪がトゥルトゥルになると、なるまで、あのちょっと置いといて、でトゥルトゥルにトゥルトゥルというか、まあそのある程度髪の質が戻ってきたなって思ったら、あのまた変える。クレーム作られた友達に羨ま可愛い。ヒュー、レックハートありがとう。5時間とって失礼しました、ありがとうございます、ありがとう。金髪、あー確かにウィッグつけたら満たされるかな。あ、自分こんななんだってね。今度ショートのウィークつけようかな。あ、そう、皆さんにちょっとねお知らせ。その今日からね、あの皆さん、違う公約、毎日リプ編をするっていうのを言ったんですよ。毎日リプ編と、そう、あの何でしたっけ、そうカップリングユニット選抜のためになるため その毎日やることで、毎日リプ編とブログと、あと AKB さんのダンス、 AKB48 グループのダンスを踊った動画をあのツイートするっていうのをあの言ったんですよ。毎日ね、あの9月30日までの毎日の期間、その期間で毎日やるっていうのを決めて、でそのリプライがあのおはようのツイートのリプライなんですよ。でそれで全部を返すことができない時もあると思うんですよ。やっぱりお仕事が入ってたりするとできなかったりとかしちゃうと思うんですけど、あの一応その9時までが締め切りで、そう9時までのそのリプ編を、あのあ違う10時だ、10時までだ、10時までのリプ編をあのその1日を朝のうちには返せないと思うので、その1日をかけてあのその10時までに送ってくださった方にあのはいやりたいと、リプ編をやりたいと思って、はい、おりますんですけども、はい、どんな感じですか。でまあそれでももしかしたらこう何人か遅れてない状態とかもあると思うんですけど、もうそこは本当にあのご了承くださいという感じでございますね。
はい、まあ、でもね全然もうなんかさ、まあ、今も言ってるんですけど今も無理しないでねとか言ってくださる方本当に嬉しい嬉しいねって思うんですけど、私のこと心配してくれて嬉しいなと思うんですけど、全然でもね、あの私も楽しくてこうやってるし、まあ大変なのかもしれないんですけど、大変かもしれないですけど、でも皆さんに喜んでもらえるあのためなら何でも、皆さんが笑顔になってくれるためなら何でも挑戦したいですし、皆さんが笑顔になってくれるなら私も笑顔になりますし、嬉しい気持ちになるから、全然そこはもうね、もう本当にやばくなったらね、あもうちょっと無理だって言うからもうちょっと私の心はもうズダボロよって言うから、そう全然ね、今もう全然そんなことないから、うん大丈夫ですまあやってみたらいいよなんかすごい師匠みたいな、なんか監督みたいな、ちょっと監督みたいに見えちゃった今、プロデューサーみたいな、なんて言うんだろう、えまあやってみたらいいんじゃないみたいな。シアさんもさ、ハートありがとうございます。そう今ねデレステ全然話変わるんですけど、アイドルマスターシンデレラガールズのあの私ゲームをね私やってるんですけど、デレステっていうので、そのデレステがね5周年になりまして、そうおめでとうございますってここで言うことではないんですけどね、はい、そうデレステをねそうやってて、で5周年になったのでアニバーサリーで、その今毎日10連ガチャを引けるようになったんですよそうめちゃめちゃね嬉しい、昨日もね当たりましたよ、限定なのかな、そう限定の子が当たりました、あんまり知らなくて、そのなんか SSR が出た時はそのなんか演出が出るんですけど、なんかそのアイドルのサインが一番最初出てくるんですよ、キュルリーンみたいなサインが出てからそのキャラクターのあの絵がドーンと出るんですけど、そうでなんかサインが出た ところでは私誰か分かんなくて、みたいなこれ誰みたいなそう感じだったんですけど、よく見たらなんかそうその限定の衣装というか、そう今そのやってるガチャの限定の子だったの、あおおなって、ああやったそうもうねデレステもねいろんなさなんか衣装とか増えてて、なんか曲もだけど、あアイドルもね、で衣装がねそのデレステの衣装ってめちゃめちゃ可愛くて、皆さんも見てもらいたいんですけど、めちゃめちゃ可愛いんですよデレステの衣装って。でデレステはなんかライブ、まあリズムゲームなんですけどね、音ゲーでなんかライブをこうしてる時に歌って踊ってくれるんですよ皆さんが。あマイク持ってないわ。そうこうやって。で踊ってくれるんですよ。しかもその SSR だとその SSR
限定の SSR の衣装で踊ってくれるんですよ。 SSR だとそうそうなの。それが嬉しい。私はね、歌って踊ってもらえるあのリズムゲームが大の大の大好きなんですよ。今までだったらそのプリティリズムっていうねあのやつがあったんですよ。リズムゲームでなんかストーン、このハートのストーンがあるんですけど、それをはめて遊ぶゲームがあったんですよ。それ、これはゲーセンとか行ったらあって、そう、そう、あとあと、あ、そう、アイカツ、アイカツ、そう、アイカツをね、そうしてたんですよ。で、私もね、AKB さんの音ゲー入れてたんですよ。そう、やってたんですけど、なくなっちゃったんですけどね。そう、でもリズムゲームがね、ホッケだいぶ好きなんですよ。そう、アイカツ、アイカツもね、やってて、そう、歌って踊ってくれるし、衣装も変えられるしっていうのがめちゃめちゃ好きで、そう、アイカツってどんな、アイカツはゲーセンとか行ったらすぐある、アイカツ、アイカツ、そう、アイカツなんとかなんとかみたいなあるよ。なんか今だったらプリパラ、プリパラの隣に置いてあることが多いかも。そう、ちょっと皆さんもね、ぜひよかったらやってみてくださいやってみてくださいはい、ではね、あの私のこのショールームの配信は終わりたいと思います。あ、でもね、あ、なんかガルパ、ガルパがあるんですけど、リズムゲームで結構今人気のガルパをね、私はやらないです。ガルパじゃない、私はもうテレステ、テレステなんです。はい、まあ後半はね、あのリズムゲームについて語るっていうリズムゲーム知らん人と、うん、あのめちゃめちゃつまんないというか、うん、めちゃめちゃどうでもいいって思った方いるでしょ。私のすべてをあの知ってください。初見のメインさん、おやすみだって。あ、寝ちゃうんですか。寝ないでください。真顔で聞いてました想像できる。私もだってさ、この話されたもんとか、自分がね、そのリズムゲームについて知らない場合は、うん、感じよね。はい、いや、すいませんでしたはい、で、ということで、あのね、その朝のリプ編は何でしたっけ、10時までのリップをしてくださった方に、全員は、あ、まあ、あの全員をね、あの全員を目指してあの送りたいと思ってるんですけども、全員は無理な時もあるかもしれないんですけど、そこは、ご了承くださいというね形でございます。はい、一日でやめそう。あ、大丈夫だよ。だってこうやってさ、ショールームを毎日できとるけんね、あの最初の方がちょっと嫌になるのかな、分からない。まあやってないから分かんないからね。まあでも、やもう要は試しっていうね、やもうこれやりましょうはい、では皆さんありがとうございましたね。まあそうですね、9月30日までいろいろと大変かもしれないですけど、お互いに、はい、私もね全力でこのなんていうんですかね、なんていうんですかねそのなんていうんだろう、まあ選抜
ユニット選抜に向けて私も全力で取り組んでいきますので、皆さんもそれにね、一緒に便乗して、便乗言い方がわからない、便乗して一緒にね、ついてきて、ついてくるっていうのもちょっと変ですけど、はい、ね、いつもね支えてもらって、私のことをね、皆さん本当にいつもありがとうございます。皆さんがいてくれるからこそ、私もこうして門脇麦奈として、はい、ST48 門脇麦奈としてこう生きていられているので、今こうしてワイワイ言っていられるので、はい、これからもね、もう本当に頑張っていきましょう。みんなで力を合わせて、オニオン隊じゃなくても、私のことをちょっとでも好きと思ってくださっている方、みんなと力を合わせて頑張っていきましょう。頑張って生きていきましょう。はい、では皆さんね、私の本日のこの配信は終わりたいと思います。ということで、皆さんありがとうございました。ランキングを読みます。13位オトユン、12位マックス鹿児島さん、11位森健金華さん、10位が今日も頑張ってね、ハルさん、ありがとう、今日も頑張るね。9位マサヤシさん、8位ロコポコさん、7位パンミトゥさん、6位フッさん、5位ポンタ、4位ナーナーさん、そして第3位がモーさん、ありがとうございます。第2位がトシさん、ありがとう。そして今日の第1位がフーさんです、ありがとうございます。はい、あ、そしてね、そのリプ編が私初めてやるんですよ、リプ編を。今までずっとやったことなくて、ちょっと不慣れというか、あんまりね、いい感じにならないかもしれないんですけど、はい、そちらはよろしくお願いします。はい、では今日のラッキーナンバーは59番、シアさんです、おめでとうございます。イエーイ、シアさん、意気込みをはい、嘘ですけどね、シアさんおめでとうございます。そして今日のラッキーカラーは、ドゥルルはい、でね、白、今日のラッキーカラーはホワイトということでね、まあホワイトのものを何かしら身につけていたら何かいいことが起きるかな。そんなん言ったら、だってもう会社行く人とかだったら、もうスーツ着てたら、もうみんなラッキーというか、みんなハッピーはい、では皆さんね、ありがとうございました。本日もね、見に来てくださって、はい、今日も頑張っていきましょう。ありがとうございました。頑張るぞ。お、バイバーイ。だって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 